楽うまクッキング。今日はハンバーグなどの料理が大人気、手間暇かけた懐かしのメニューが並ぶ広島市中区中町洋食こけもものシェフ前園文子さんの登場です。はい、先ほど広瀬さんにサインをしてもらいました前園さんです。よろしくお願いします。お願いします。大ファンなんですよね。はい、帽子にしてもらいました特別です。ということで今週は簡単おつまみを作っていきます。はい、こちらを作ります。手羽先とニンニクの煮込み。手羽先、お酒のおつまみにはいいですよね。はい、まあ、特に今日はビールに合うもの。ビールに合う、はいはい、そしてもう一品です。生ハムとフルーツを使った一皿も教えていただきます。はい、またこちらはちょっとおしゃれな、はい、そうですね、おしゃれだからワインとかそういうものに合うかなと思って。はい、はい、さあそして今日は試食席に広瀬さんと平尾さん、お二人に召し上がっていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。おつまみ本当に簡単です。ご自宅でもできると思います。覚えておいてください。さあでは早速作っていきましょう。クッキングスタートです。はい、では手羽先から焼いていきます。はい、面積の広い鍋に、バターを溶かして、皮目から焼いていきます。はい、今回はバターで手羽先を焼いていきます。はい、焼いていきます。はい、この鍋選びもポイントで、手羽先がちゃんと広がる鍋を使うようにしてください。もうぎっしりですが、ね、これくらいの手羽先で埋まるくらいがいい。はい、そうですね、はい、分量は15本ってなってるんですけど、まあ、ここ家庭にある一番広い鍋に入る量でされたらいいかと思います。はい、はい、これに皮目にこんがり色がつくまで焼いていきます。はい、じゃあ極力工程も少ない方がおつまみはいいですもんね。はい、はい、どうですか、今日はおつまみということなんですが、試食席の平尾さん、お酒、いやいや、すでにもうビール用意していただきたいぐらいこの香りだけでもうすでに美味しいですよ。本当はね、もう気持ち的にはね、はい、ビールと一緒に召し上がっていただきたいぐらいなんですが、はい、そうですね、手羽先またいいですよね。合いますよね、合いますよね、ビールに、はい、何本でも食べますよね。合いますよね。はい、広瀬さん多分もう軽く50本食べますよね。いけますかね。広瀬さんはお酒はどうなんですか、はい、普段召し上がりますか。現役の時は節制はしてたんですけども、はい、現役を辞めたのでこれからよろしくお願いします。平尾さん、よろしくお願いします。やっぱり現役時代は、まあ、試合があったりとか考えて控えてらっしゃったんですね。はい、適度に飲まないと次の日やっぱり来ますので、人によっては豪快に飲まれる野球選手も、そうですね、豪華に飲まれる方も、はい、いましたし、ちょっと飲みすぎると本当に良くないので、はい、そうですよね、はい、もう選手体調管理大事ですよね、はい、素晴らしい。私たちでも普通に二日酔いになるくらいですから、うん、スポーツ選手はそれじゃあ、ね、困っちゃいますもんね。もうちょっと焼いて、はい、ただバターだけですごくいい香りが、はい、そうなんです、上がってきますね。ここでしっかり色をつけておくと、うん、仕上がりがちょっと茶色い美味しそうな感じに仕上がるので、こんな感じで焼き色を美味しそうにつけておいてください。あんまり触れずによく焼き目をつけておくと、そうですね、あんまりこう動かしすぎるとやっぱりなかなか焼き色がつかないので、はい、あんまり動かさない方がいいと思います。うん、うわ、いい、あ、いいですね、これもいい感じ。もう焼き鳥屋さんの前を通るのがもう大好きで匂いに誘われてまさにそんな、はい、こんな香ばしい香りですよね。じゃあちょっと反対側を焼いとってもらいます。はい、はいはい、私がじゃあ見張っておきます。はい、じゃあ今日入れるニンニクです。はい、ニンニクは、皮を剥くんですけど、はい、ここからさらに包丁で皮を剥いていくんですけど、はい、今日はこのまま使っていきます。あ、はい、この白い皮だけ取って、そうなんです、中はそのまんま、はい、意外とこの剥くのも意外と大変だったりするんですけど、このまま使えるんで、はい、もうそれもすごく楽なところですね。あ、そのまんまで後で食べられるんですね。はい、あ、はい、そうなんです。でこの状態にしておいてください。はい、はい、裏がだいぶ焼けたので、はい、材料入れていきます。はい、
本当にまだ手羽先を焼いてしかいません。はい、はい、でここへこのままのニンニクを入れて、はい、であとタイムも1本入れます。はい、タイム、はい、はい、で塩は、15本の時は小さじが2です。はい、その量によって変えてください。と胡椒も今日はホールのまま使います。はい、これもなかなかスパイシーで、でこのままかつ火が入るんでこのまま食べれるっていう、はい、こんな感じ入れます。はい、であとはお水ですね。お水が 50cc で 50cc、 この本当にこれだけの量で、これだけ、はい、すごい、はい、やっすごく少ないです。そうですね、はい、もう蒸し焼きにしていきます。煮込み料理といえども 50ml で大丈夫なんですか？はい、あ、はい、そうなんです。でちょっと塩もあるんで軽く混ぜておいて、でここからあの鍋を選ぶときにかっちりとした、はい、あの閉まる蓋を用意してきちっと閉めます。はい、はい、でここがうま技です。はい、もうごく弱火でゆっくり煮込むことで柔らかくなっていきます。はい、もう火はごくごく弱火にしておいてください。ごく弱火、はい、でほっとく、はい、でこのまま30分です。はい、はい、でその間にもう一品作っていきます。はい、はい、今日は、フルーツのイチジクと柿を用意しました。今美味しいですよね。はい、そうなんです。これをいきますね。フルーツがおつまみになるんですね。そうなんです。今日はちょっとおしゃれな一品を作ります。はい、これはなんかだとドライイチジクはありますけどね。あ、そうですよね、はい、確かに。でこれもカットして一口サイズに切っておきます。はい、であとは次柿も用意しました。はい、今日のはいい柿です、ね、いいですよね。はい、でこれをいきますね。はい、やっぱりあのちょっと熟れたものの方が今日は特に美味しいと思います。はい、柿はまあゴリゴリしたのも美味しいし、はい、今日はちょっと熟れた感じのを使おうかと思います。柿は分かれますよね。はい、はい、あ、確かにそうですね。そう、私もカリンカリン系が普段は好きですが、カリンカリンカリンはいっていうぐらいの歯ごたえがある感じが好きですけども。そうですね、今日は熟してます。はい、トロッとしてます。すごく美味しそうです。はい、はい、でこれによく生ハムメロンってあるじゃないですか。はい、それのちょっと応用バージョンで、はい、生ハムとイチジクと生ハムと柿です。今日はハムを食らうっていうことで、あ、どうですか？なるほど確かに今まで、はい、あらゆるハムを食らってきましたが生ハム、はい、登場。はい、そう、しかも北海道産なんで、お北海道の生ハムを食らいましょう。いいです。はい、でもフルーツと生ハムって合うってことですね。はい、じゃあ、そうですね、はい、まあ、本当あの生ハムメロンがあるんでそれと同じような感じで、こうちょっとジューシーでじゅわっと水分が出るようなフルーツと生ハムを合わせると美味しいです。はい、はい、はい、これに今日はソースも作っていきます。はい、蜂蜜が 20cc、 20g です。はい、これに、ナツメグです。ナツメグを小さじ2分の1と、はい、シナモンを小さじ2分の1です。これに胡椒も入れます。そこに胡椒。はい、胡椒、はいでよく混ぜます。ちょっと想像つきませんよね。はい、甘いんだか辛いんだか。そうですね、よく混ぜてください。蜂蜜ですからやっぱり結構粘りのある。はい、そうですね、はい、もうこんな感じで色が茶色くなって、よかったら味見してみますか？いいですか？はい、はい、蜂蜜ソース。はい、おしゃれですこれは初めて出会いました。はい、ちょっと変わったソースです。はい、最初甘さがきますけど、うん、後から喉の方にピリッときますよね。そうですね、はい、ちょっとまあもしかしたら好き嫌いもあるソースかもしれないですけどね。うん、はい、じゃあこれをかけていきます。はい、何て表現すればいいんだ大人なんです。大人ですかね。はい、はい、じゃこのこうやって落としてるところを、あ、
ちょっとかけすぎて高いところからこういう感じで。そうなんです、この盛り付けも参考にしたいですね。はい、ここにビルを乗っけて、はい、お店ですね。そうです、はい、いうのが、はい、これはこれで完成です。はい、冷蔵庫で冷やしておくとまたさらに美味しいでしょうね。はい、冷やして召し上がってください。はい、はい、さっきの手羽を煮込んだ30分煮込んだものです。はい、はい、こちらです。いい香り、はい、香り、もう今ちゃんと水分あるんですけど、はい、30分の間で15分ぐらいのところで1回見てみて、水分がもしすごくなくなってたら少し足すようにしてください。はい、はい、ですね。じゃあこれで盛り付けていきます。はい、可愛い鍋だったら本当に、ま、これも可愛いんでこのまま食卓に持ってっても本当はいいです。いいですね。はい、確かにこのタイム一つでおしゃれな、そうですね、いい香りがしてます。はい、このニンニクも皮取ったら食べれるので美味しいです。本当だ、丸々形残ってますね。はい、そうなんです。こんな感じで、はい、美味しそうです。はい、さあ簡単に2皿仕上がりました。はい、手羽先とニンニクの煮込み40分で完成です。では材料を見ていきましょう。ビールによく合う手羽先の煮込みは手羽先が重ならない大きさの鍋を選んでください。そしてごく弱火で煮込むことで柔らかく味の染み込んだ手羽先に仕上がります。そしてもう一皿、秋のフルーツを生ハムで巻きました。こちらはワインによく合いますよ。いい香りしてますね。では、はい、お召し上がりください。はい、はい、いただきます。じゃあまず手羽先からいきましょうか。はい、はい、手の方がいいかもしれない。もう手でも、はい、熱いか、熱いですか。手でもできます。いただきます。熱い、いただきます。熱いかも、気をつけてください。はい、熱いですね。熱いですよね。熱いですね。いけますよ。でもいけます。うん、あー、どうですか。これはもう本当ビールに合いますね。うわ、これめちゃめちゃ美味しいですね。ずっと口の中に入れ続けたい感じが分かります。しっかりしますし、味もしっかりします。そうなんですよね。はい、ただこう塩コショウを振って焼いただけじゃない、手の込んだ味がしますよね。手も熱い。美味しい。でも何段でも進むと思います。ビールですね。はい、そうですね。うん、そしてもう一皿、おしゃれな日本ハムに加藤、はいはいはい、ハムを食らおうということで、はい、ワインによく合う一品。どっちにしよう、柿いきます。じゃあ僕一時、はい、うん、うん、どうですか広瀬さん。おしゃれな味ですね。うん、お店ね、これをお店で家で食べたらちょっと嬉しいです。いや、ですよね。セレブになったと勘違いしますね。はい、このおしゃれさはホームパーティーに出てきたらちょっと一段ワンランク違いますよっていう感じですよね。大きなグラスでワイン、うん、ソースの風味がすごくいいです。ああ、確かに、うん、このソースぜひ初めて、そうなんです、うん、ぜひお試しください。簡単でした。はい、前園さん、どうもありがとうございました。明日はアイデア料理の川添さんに里芋の唐揚げピリ辛風味を教えてもらいます。こちらもお楽しみに。